はい、どうも一般人でーす。ですね、今回はね、紅茶の方、ヒロさんにご提供いただいたね、来来軒の餃子だそうです。ちょっとね、食べてみたいと思います。さて、どんな味なんでしょうか。はい、なんとね、今回はこのね、薪ストーブとあのダッチオーブン、あれを使ってね、餃子を作ってみたいと思います。ちゃんとできるんでしょうか。はい、まずはね、火を起こします。切れちゃうか。はい、徐々にね、火が強くなってきましたんで、そうするとね、このダッチオーブンの中に餃子を入れていきたいと思います。もうちょっと乾いてからの方がいいかな、多分。じゃあね、ここに餃子をね、まずは並べていきます。その後ね、お湯を入れるみたいです。やべ、結構、あ、やばかった。油もね、敷かないみたいな、最初。結構来来軒の餃子美味しいようなんで楽しみですね。じゃあショートでも取っとくか、2つ。こっち本編というかね、本編もそんなに本数はいかないと思うけど、あ、結構入ってるね。ちなみにこれ冷凍です。あと1個あるの、あと1個、はい、あ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個だね。10個入ってました。じゃあこれでね、お湯を半分ぐらい入れるってね、書いてある。お湯っていうか水で、半分浸すまでね、入れます。そうだね、半分だから。これでね、しばらく煮るみたいです、強火で。じゃあね、半分浸ったんで、ここでね、ちょっと火をガンガンね、くべていきたいと思います。じゃあね、お湯をしたら蓋をね、閉めてしばらく強火で、煮ていきます。はい、じゃあね、あれからしばらく経ちました。ちょっと見てみましょう。あ、煮えてますね。あの、なんかこっちは煮えてないけど、あっちが煮えてる。火が強いとこと弱いとこがあるね。ちょっと鉄分がすごそうだ。はい、おそらくね、ここで一回水を捨てなきゃダメなんだよね。なんかもうちょい、こっちとこっちがちょっと入れ替えとか、強い、火が強いとこと弱いとこがあるんで、ちょっと入れ替えます。これで、あ、これでね、向こうの火が強いところがね、あ、違う、煮立つようになる。もうちょっと待つか。はい、ちょっとね、餃子がふわふわだと OK ということなんで、ちょっとね、餃子に触ってみます。まあ、足でつついてみます。ふわふわだと OK らしいんだね。どうでしょうか。あ、もう結構ふわふわになってますね。なってるね。じゃあこれでいいのかな。そろそろ水捨てていいのかな。ちょっとね、問題としては、どうやって水を捨てるかだね。重いんだよね。蓋してずらして捨てるしかないかな。ちょっとね、このフライパンの上にお湯をね、落としていきます。落として大丈夫でしょうか。これがまず熱いから、ね、水だから100度 C ぐらい一応乗ってるとこします。大丈夫。蓋開けちゃうと、ちゃんと切れる。蓋開けないで。どうすか。どうしてます。はい。どうしてました。さて、どんな感じになってるでしょうか。ちょっとね、見てみましょう。
ちょっとね、開けてみましょう。果たしてどんな感じになってるでしょうか。あ、結構いい感じになってますね。じゃあこれでね、ごま油を足していきます。はい、じゃあね、このごま油を足していきます。ちょっとでいいのかな、多分そんなにいっぱいはいらないと思うんだよね。こんぐらい。はい、じゃあね、これで熱いかな、大丈夫か、まだちょうどね、あれが弱火になってるんで、ちょっとごま油を行き渡らせたらこれでね、カリカリになる。あちゃ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 、そういえば蓋が熱かったんだ。これでしばらく待ちます。はい、こっからはね、少し弱火でいいらしいんで、火はくべないで、残ってるね、この薪の火でやっていきます。結構うまそうかもしれない。じゃあちょっとね、見てみましょう。結構ね、美味しそうにできてますね。少しずらして開けてみようか。こういうのをずらすか。すごい、結構もうちょいやるか。もうちょい焼いたら揚げて食べてみましょう。はい、じゃあね、カリッとしたら終わりって書いてあるんで、もうカリッとねしてってもね、結構ガンガン燃えてるから、大丈夫かな、これ。こう油をこっち側にしとく。油回しながらねやってます。じゃあちょっとね食べてみましょう。カリッとしてると思うんだよね。カリッとしてる。カリッとはしてないけど、なんかでもできてそうな気がするね、俺の予想で。もう結構やってるんで、時間指定はないんでね、ちょっとね、一個だけ試しに食べてみます。ちょっとね、やっぱ舌がね、焦げついちゃってるね。ああ、そっか。鉄鍋だから、ああ、焦げついてるかもしんない。テフロンの方がいいかったか、やっぱ。買いだったんで、ああ、結構焦げついてますね。大丈夫か。これでは取れねえかな。うまくいかないか。ああ、ダメかもしれない。一個だけ試し食ってみるか。これは難しいね。ああ、ダメだ。ダメだ、これ。もう取るしかない。ああ、上だけ取れた。まあでも美味しそうですね。こんな風になってしまった。なかなか難しい。舌がやっぱり焦げついちゃってるね。難しいね、これ。ちょっと火止めるか。これ以上焼かない方がいいよね。はい、ちょっとね、見た目はあれなんですが、結構ね、美味しそうなんで、ちょっと食べてみましょう。見た目はあれだけど。美味しいです。皆さんもよかった。食べに行った。皆さん、まさめる。バイバイ。焼くのが難しいね。一応ね、全部剥がしてみたけど、スプーンで。結果ね、餃子とは違う食べ物になってしまいました。もう食べたらね、全然うまかったです。はい、ちょっとね、今度は、テフロン加工のフライパンでやろうと思います。あでましょう。バイバイ。難しいね。脱腸分では。途中まではうまくいってたんだけどなぁ。じゃあ、いただきます。これはこれで美味しい。うん、うん、うん、うん。作るのは難しいね。俺には。